ジブリ作品魔女の宅急便より松任谷由実さんが歌っている優しさに包まれたならをお届けしました。とってもね、柔らかいメロディーとこう流れるような旋律が心地よいですよね。おことのジブリはいかがでしたか？ジブリの作品はたくさん他にも挙げておりますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。そして、高評価そしてコメントなどお待ちしております。もうちょっとでフォロワーも1万人になりますので、1万人になったら何かしたいですね。それではまた別の動画でお会いしましょう。またねー。